日本放送協会 NHK ワールドジャパン NHK ワールドプレミアム NHK ワールドプレミアムは日本放送協会による衛星機関放送の一種で協会国際衛星放送かつテレビジョン放送であるケーブルテレビや衛星放送向けのテレビ番組の配信を行っているサービスの名称番組の創出は NHK 本体で行うが運営は NHK ワールド TV と同様日本国際放送が担当している。2010年3月31日までは NHK グローバルメディアサービスが担当していた。日本国内の標準テレビジョン放送と同じ NTSC でなされ、主に海外に滞在している在外日本人と海外旅行で現地を訪れている日本人向けに 日本国内向け放送のニュースや情報番組のほか、日本国内向けの総合テレビ、教育テレビ BS1BS BS プレミアムで放送される、娯楽、ドラマ、スポーツ、中継等の中から、主な人気番組を、日本国内向けの総合テレビ BS プレミアム並みに、混合した、総合編成で配信する。英語放送となってしまった、NHK ワールド TV とは、対照的に、 国内向け放送番組の配信という性格上、24時間日本語の放送である。1998年の開始から10年近く、終日スクランブルがかけられ送信されていたが、2008年9月29日午前5時の番組から、主に NHK ニュース7情報番組の時間帯を中心に、1日5時間程度がノンスクランブルとなっている。 スクランブル解除により、当該時間帯は直接受信により、市販の海外衛星チューナーで視聴が可能になる。その時の番組編成や緊急報道などにより、時間帯は異なるが、政治関連報道、緊急報道、日本国内外における地震で広範囲に、津波の可能性がある情報など重大なニュースがあった場合は、ノンスクランブル時間帯が通常より増えることもある。 逆に祝日や年末年始の特集番組などでニュースの放送時間が短縮される場合はノンスクランブル時間帯が通常よりも少なくなり1日で1から2時間程度になる時もあるスクランブル解除は決められた時間ではなく番組単位で行うためノンスクランブル放送枠の終了時間が過ぎても番組が続いている場合はその番組が終了するまでは スクランブル解除のまま放送を続け、途中で、突然、スクランブル配信に戻ることはない。逆に通常番組のスクランブル配信時に、臨時ニュースが発生した場合は、急遽、ノンスクランブル放送に切り替わることはある。次番組に、ニュースがある場合はニュースが終了するまで、ノンスクランブルのまま放送される。スクランブルノンスクランブルの切り替えは、基本的に、 自番組開始の3秒前に行うので、ノンスクランブル放送終了時には、最後の数秒の部分で、映像、音声が途切れることになる。時刻変更の時は、番組終了と同時に切り替えになることも、稀にある。ニュース、情報番組以外にも、NHK のドジマンなど、ごく一部の娯楽番組もノンスクランブルで視聴可能となり、NHK ワールド TV の、 放送同様、無料かつ特殊なチューナーなしで視聴できるようになった。これによって、NHK ワールドプレミアムの一部のインスクランブル化は、特に、日本語しか理解できない層にとっては、在外日本人向けテレビ国際放送の位置づけにも、なっている。これにより、サービス対象外の日本国内を含め、通常の衛星テレビチューナーによって、 NHK ワールド TV を直接受信していた世帯でもノンスクランブル枠では NHK ワールドプレミアムが視聴可能となった番組の内容については日本国内では配信サービスの対象外となるためノンスクランブルで視聴可能な時間帯に直接受信する場合を除いて視聴は一切不可であるが国内テレビ全般および同時ネット配信を視聴可能ならば ワールドプレミアムまで視聴する意味は皆無で、主に首都圏のローカルニュースや地域情報番組及び国際放送局独自制作番組を保管視聴する目的として、また、地域によっては地域情報番組の関係で未放送、または遅れ、放送となる番組を保管視聴する目的として利用する程度である。なぜなら、ワールドプレミアムの番組内容は、 戦術のように国内向け放送である、地上波及び BS2 波で放送されているものとほぼ同じだからである。それでも日本国内でワールドプレミアムのノンスクランブル放送を受信して視聴している世帯では、かつての衛星第二テレビの難視聴対策放送があった時の名残が見られる。編成上異なるところは、首都圏のローカルニュースの一部や、 各地方放送局の地域情報番組の一部、日本語版のワールドウェザーの一部や、独自の番組案内の一部が放送されないという程度である。2010年3月から2015年3月まで実施された、日本国内での地上デジタル放送難視聴対策、及び移行放送用として、BS での地デジ難視対策衛星放送、2020年3月から、 同時ネット配信の NHK プラスによる NHK 首都圏広域放送と比べれば、やはり首都圏以外の各地方放送局の地域情報番組の一部、日本語版、ワールドウェザーの一部、裏送り番組、そして独自の番組案内の一部が放送されないといった程度である。また、音声も日本国内で行われているステレオ放送や副音声解説放送のある 番組でも海外に向けた放送、配信ではすべてモノラル音声となっており、日本国内で行われている、字幕放送のある番組でも、本チャンネルでは一切行っていない。当然、スクランブル時間帯は、日本国内外を問わず、一般視聴者による、直接受信による視聴は、不可能。したがってこのスクランブルでの番組を視聴するには、日本国外において、 配信契約している CATV や衛星放送局に加入して視聴するか、あるいは配信契約し直接受信しているホテルや事業所などで視聴するかに限られる。もちろんスクランブル波を直接受信するにしても、一般の衛星テレビチューナーではなく、NHK ワールドプレミアムのスクランブルが、デコード可能な特殊なチューナーが必要である。なお、当該チューナーは、 NHK ワールド TV や NHK ワールドラジオ日本の衛星ラジオも含め他の多くの海外衛星放送も受信可能なものとなる。なお、北米では NHK コスモメディアアメリカがテレビジャパン、ヨーロッパではジャパンサテライト TV リミテッドが JSTV としてそれぞれワールド TV を呼び、ワールドプレミアムに一部民放の番組を合わせた番組を放送している。 NHK ワールドプレミアムが開局する前までは、海外の CATV、衛星放送局では、NHKBS1、BS2 を再送置にしていた。日本国内で流れる、NHK ニュース速報や、NHK 地震情報などといった速報テロップは、一切表示していないが臨時ニュースがあった場合は随時、放送している。 緊急地震速報についても日本国内で運用開始した2007年10月以降も海外向けの放送ではテロップ表示はしない。ただし国内向け放送のニュース番組を同時放送している時に緊急地震速報が発生した場合はスタジオのキャスターがそのまま内容を伝える場合がある。また NHK ワールド TV では 英語字幕のティーカー表示で伝える場合もある。日本国内で、震度5強以上の地震が発生した場合、津波警報、津波注意報が発令された場合は、NHK ワールドプレミアムでは国内向け放送の全チャンネルとともに通常番組を中断し、日本国内と同時に、地震関連、津波関連のニュースが放送される。なお、 日本国内向けの放送で出される津波警報、津波注意報の発表範囲の地図テロップは NHK ワールドでは一切表示されていない。また、海外でも津波の可能性がある地震が発生した場合、国際放送専用スタジオから臨時ニュースを放送することがある。なお、NHK ワールド TV では日本国内で震度5強以上の地震が発生した場合でも、 英語字幕のティーカー表示程度にして通常放送が続けられる。以前は国内向け放送のニュースを別番組に差し替える場合もあった。総合テレビの定時ニュース、NHK ニュースおはよう日本、列島ニュース、ニュース渋5時、NHK ニュース7、ニュースウォッチ9、週刊丸わかり、ニュースと BS1 の NHKBS ニュースなどを 原則日本国内と日本標準時で同時放送している。その他、BS1 の国際報道20なども同日時差放送を行っている。同時、時差放送は総合テレビがメインで、BS1 のニュース番組では日本時間の深夜時間帯や編成の都合上、総合テレビの同時放送、時差放送が行えない時に放送される。 これまでは終日スクランブル配信となっていたが、2008年9月29日より、総合テレビのニュース、情報番組が一部番組を除き、ノンスクランブルで視聴できるようになっている。なお、スクランブル配信の時間帯でも、放送時間帯が大幅に拡大するなど、通常放送時間外でも、災害、地震、政局、皇室関連で特設ニュースがあった場合は、 通常番組の途中であっても臨時にノンスクランブル放送が行われる。これは通常スクランブル配信となっているニュース番組に限らず時差放送が多くなるオリンピック期間中であっても適用される。国内放送の編成に合わせて放送しているため時差放送や別番組差し替えになるなど放送時間の変更などによる対応はその時々の 判断に委ねることが多い。特にオリンピックや FIFA フフワールドカップ期間中は放送権の都合で競技映像が多く入っている部分などが放送できないため放送内容の差し替えが多発する。競技のニュース素材がそのまま放送されると他国の独占放送権を持つ放送局などへの侵害にもつながるため国際放送での放送が禁じられている。この際、 通常はお断り、画面を表示する。お断り、画面の表示は、一部の海外のスポーツニュース、映画の話題、その他 NHK 以外の権利者から提供を受けた素材が放送されるたびに行われるため、ほとんどの定時ニュースでその部分をカットした上での時差放送となり、NHK ワールド独自でオリンピックハイライトが放送される。 この独自放送の放送時間は5から10分間となっており、ここでは日本人選手の結果と今後の競技日程を中心に伝えている。また、競技映像が IOC が定めた一定時間の条件付きで放送される。2006年取りの大会までは、ワールド TV、ワールドプレミアムの双方で放送していたが、2008年北京大会以降は、 ワールドプレミアムのみでの放送となる。パラリンピックでも放送権上の制約はあるものの、競技のニュース素材の国内同時放送は可能。2010FIFA ワールドカップについては、NHK ニュースおはよう、日本のみ、開催期間のうち6月11日から30日までは1時間遅れの、時差放送。他の番組では主に、 日本代表が出場する試合の当日と翌日の一部番組が、時差放送、または、全面休止となるほかは、通常通り国内同時放送を行い、放送できない部分は、二ぶせで対応を取る。稀ではあるが、オリンピックや FIFA ワールドカップ期間中以外でも、特集番組など編成上の関係で数分中、数分遅れの時差放送となる場合もある。 過去には NHK 文字ニュースも放送されていた。また2009年3月までは国際放送独自制作によるテレビ版の海外安全情報も放送していた。ワールドプレミアムやテレビジャパン JSTV では日本国内の番組を国際放送で放送する際、NHK 以外の放送機関、権利団体から提供を受けた放送権。 肖像権などの条件をクリアしていない映像が特別な許可を受けない限り、そのまま放送されると他国の放送機関などへの侵害にもつながる可能性があるため NHK の判断で放送しない措置が講じられる。これはスポーツに限らず文化、宗教、政治的な理由などで海外向けの放送にふさわしくない内容がある。 場合でも被せ放送が行われることがある。NHK ワールド TV では完全独自編成となっており、海外での放送を前提に映像を使用するようになっているのでごく一部の国内向け放送番組の自差放送を除き、被せ放送はない。NHK の国内放送に関しては、同一法人で事業を行っているため、被せ放送はないが、 2020年3月以降の地上波インターネット常時同時見逃し配信サービスの NHK プラスでは配信に関する権利が確保できていない映像についてはかぶせ放送を行っている。しかしながらノンスクランブル状態で送信されている BS アナログ放送を海外で受信すれば NHK ワールドプレミアム等でかぶせ。 放送により見られない映像もそのまま見られるため、BS アナログが受信できた東アジアでは無意味なものとなっていた。日本の近隣諸国で BS アナログ放送を受信しているホテルや個人世帯は多く、BS アナログ放送を受信するための受信機も販売されていた。韓国の新聞のテレビ欄では、 NHK ワールドプレミアムとともに BS1 と BS プレミアムの番組表も掲載されていた。しかし BS アナログ放送は2011年7月24日に終了しており BS デジタル放送でも日本国外へのスピルオーバーが制限されている上視聴の際に必要な B-CAS カードも BS コンディショナルアクセスシステムズ使用許諾約款の 第8条、第3項の規定により、日本国外への持ち出しが一切禁止されている。しかしながら、アナログ放送が終了してからも、NHKBS1 と NHKBS プレミアムを受信しているホテルや、個人は、近隣諸国を中心に多数存在しており、北朝鮮に渡ったヨド号グループも主張している。大韓民国では、 韓国放送公社など韓国のテレビニュースではなく、日本の NHKBS で放送されている、英語ニュースで情報を入手している視聴者もいるという。中華人民共和国では、2010年に中国国内でのノーベル平和賞授与決定のニュースを、放映中に中国当局による株せ放送が行われた。これにより、画面が真っ暗な状態が数秒間続いたほか、 2014年の64天安門事件25周年関連の放送も遮断されており中国共産党にとって不利な放送と判断された場合は予告なしに遮断されるお断り画面国内と同時放送のニュースや一般番組は内容によって放送権の都合によりご覧いただけません2009年4月以降は放送権上の制約のため海外では ご覧いただけません。ご了承くださいというお断り画面が表示される。静止画は以前はその季節に合わせたものを使用していたが、現在は16、9サイズで作成した NHK ワールドオリジナルデザインのものを使用している。時には、選手や俳優など人物の静止画像やサッカーに関係した内容ではサッカー関係の静止画が入るなど、 その放送内容に合わせた静止画が入る場合もあり、お断り、画面の種類は多数ある。人物の氏名や施設名の字幕スーパーも、静止画像に挿入することがあるが、表示されないケースがほとんどである。なお、人物の静止画像挿入は2007年2月、初旬頃までは、断り書きが全くなく、静止画像のみの表示になっていたが、それ以降は、 画面下に、放送権上の制約のため海外では、ご覧いただけませんご了承くださいという文字を加えて、人物の静止画像を挿入している。差し替え画面の切り替えは、曲側の判断に委ねられている。現在は、NHK ワールドオリジナルデザインをはじめとする、絵画のイラストよりも、人物の静止画に差し替えることが、比較的に多い。 この対応は VTR 中の全画面であってもスタジオ内のスクリーンに映し出される映像に小画面もしくは合成画面で放送できない映像がある場合であっても原則差し替えとなる稀に国内向け放送が静止画で表示されているにもかかわらず差し替えとなるケースもある放送できない時間が数分に及ぶ場合は 静止画の二株瀬の代わりに映像散歩の一部を使用したフィラー映像をその該当項目が終わるまで差し替えられその上で放送権の都合によりご覧いただけません d o to copy right reasons the v Images s u a l i cannot be seen または放送権の制約上ご覧いただけませんというテロップを表示しているがさらに時間が長ければ 海外安全情報も合わせて放送される場合もある。かつては NHK ワールド独自のフィラー映像にウェブサイトの URI 表示があった。時差放送オリンピックや FIFA ワールドカップは権利映像が多く含まれていてカットする部分が多く、国際放送ではこれらの競技映像のニュース素材がそのまま放送されると他国の独占放送権を持っている。 放送期間などへ侵害にもつながるためこれらの競技映像のニュース素材の放送が一切行えない。そのためオリンピック期間中はほとんどのニュース番組で同時放送は行われず日本国内での放送から30分から2時間遅れでの時差放送となり本来の同時放送枠は NHK ワールド単独で時差放送を行う上 NHK ワールド独自で5分間の オリンピック関連の情報を放送する。一方、FIFA ワールドカップ期間中は、日本代表が出場する試合の前日と当日の一部番組で、時差放送がある他は、通常通り国内同時放送を行う。ただしオリンピックや FIFA ワールドカップ期間中でも、関連のニュースを扱わない場合や災害などの重大なニュースが発生した場合は、国内同時放送となる。 なお、アジア競技大会に関しては放送権の問題に支障がないため競技映像のニュース素材は一定期間の条件付けでそのまま放送されるが、一定期間を過ぎた内容、または過去の競技映像はすべてお断り、画面を表示している。パラリンピックに関しては放送権上の制約はあるものの一定期間の条件付けではあるが、競技映像の国内同時放送は、 可能となっている。時差放送では、部分的にカットして放送されるため、お断り画面などは表示されない。ただし、一部の時差放送番組ではカットせず、取って、出しの形式で放送されるため、お断り、画面が表示されることがある。国際放送独自番組では放送できない映像は、元から、一切使用しないため、お断り画面は、一切出していない。 一方、NHK ワールドラジオ日本のニュースは、オリンピック期間中であってもラジオ第一、放送単独の中継及びジャパンコンソーシアムによる、テレビ中継の実況音源も含めて一切、差し替えなしでそのまま同時放送される。1990年、ヨーロッパで、日本のテレビ番組を放送する、JSTV が、開局、1991年には、 北米地域で放送するテレビジャパンが開局。どちらも NHK の関連会社が運営。共に放送内容は NHK を中心に民放の番組も放送している共通点がある。1994年放送法改正により受託協会国際放送が制度化された。1995年4月受託協会国際放送として NHK ワールド開局。受信エリアはヨーロッパ、北アメリカ。NHK は委託放送事業者となった。1998年4月、アジア、太平洋地域への放送を開始。2001年8月、使用衛星の変更により、アフリカ南部地域への到達により、全世界での視聴が可能になった。NHK ワールド TV と共通のものを、使用している。 英語放送を機にスローガン、u are o n ASIA を使用している。NHK は2020年9月に発表した NHK インターネット活用業務実施基準の改定案において本放送の常時同時配信、見逃し番組配信サービスを2021年度から開始する方針であることを明らかにした。主にノンスクランブルで視聴できるようになっているニュース、 情報番組の一部を NHK ワールドジャパンのサイト上において配信する。このサービスは2021年4月19日から開始し、開始時点では NHK ニュース7の同時配信と NHK ニュースおはよう日本の見逃し配信、同年9月27日から列島ニュースの同時配信、見逃し配信と クローズアップ現代セレクションの見逃し配信を行っている。なお、日本国内においてはすでに類似サービスである NHK プラスが行われていることや受信料制度との整合性の観点から提供対象地域を日本国外に限定している。NHK ニュース7、ニュースウォッチ9、大相撲中継など一部の番組は2カ国語で放送しています。 しかし、外国語字幕付きの放送は行っていません。海外の事業所やホテル、CATV、衛星放送局などが対象である。日本国内での NHK 受信料とは異なるもので、ある。このサービスを運営している、日本国際放送へ支払う料金は、月額3000円で、2代目以降は1台ごとに2000円、追加。支払いは、年4回となる。 海外における利用のため日本の消費税は課税されない。総合テレビの同時、自差放送をメインに一部 BS1 の同時、自差放送もある。総合テレビ同時放送で大相撲、プロ野球のほか主に日本国内で行われるもの。海外のスポーツ中継は放映権の都合で一切放送されない。主に平日で6時台、7時台、12時台。 19時台、21時台。土日は6時台、10時台前半、12時台、19時台、20時台、後半。平日、土曜日の平均放送時間は、約4時間半で、特に金曜日では12時台が20分間のニュースのみ、放送され、19時30分開始の番組でも、特報首都圏以外の関東地方の地域番組や、全国放送の特集番組では、 スクランブル配信となるため総放送時間が4時間を下回ることも少なくない。一方、日曜日では総放送時間が約7時間と比較的に多く、特に午前中から12時台にかけての時間帯は11時台以外のほとんどの時間帯をノンスクランブル放送枠に当てている。定時でのノンスクランブル放送の連続放送時間は日曜日の 約5時間5分が最長となる。これまでのノンスクランブル放送で最も長い連続、放送時間は2012年9月9日の9時間4分が最長である。ついで2009年8月30日から31日にかけて放送された衆議院議員総選挙の開票速報で7時間5分である。最も短い時間は1分間で短時間の 臨時ニュースがある程度となっている。2013年度の改編では、平日が7時台、12時台、19時台、21時台、23時台。土曜日は7時台、9時台前半、12時台、19時台、前半、20時台後半。日曜日は6時台、10時台、12時台、19時台、前半、20時台後半、23時台前半の。 時間帯でノンスクランブル放送枠が編成される。広範囲に津波の可能性がある情報では画面下のティッカー表示が行われ海外に在住する日本人に向けて生命に関わる重要な情報を伝えるためティッカー表示が出ている間は通常のスクランブル配信の番組もすべてノンスクランブル放送に変更される。津波警報 注意報の全面解除で津波に関するティッカー表示が終了した時点でスクランブル配信となる番組。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震では同日14時47分以降全時間帯を特設ニュースに当てられたため終日のスクランブル放送となった。東日本大震災発生から1年を迎えた。 長時間特別番組、明日へ支え合おう震災から1年が組まれた日の、総放送時間は2012年3月10日は10時間近く、11日は、ほぼ半日に当たる12時間近くを、ノンスクランブル放送枠に当てられた。NHK ワールド TV の完全英語放送化に、伴い、日本語放送の番組がほぼ完全に廃止されたため、それを引き継いだ形としての実施である。 番組の大半は NHK ワールド TV の放送打ち切り以来半年1年ぶりの再開となっている。インテルサット8 9、10号機のいずれかにパラボラアンテナを向けて受信する。なお、インテルサット8号機は2012年8月14日以降19号機に変更されるが衛星の位置は 同じ統計166度であり、周波数の設定もし直す必要はない。チャンネルスキャンで、プレミアムと表示されていれば受信されている証拠である。ただし、一部番組では放送券の都合で、二かぶせもしくは一部分がカットされていることもある。主に、関東地方で、国政選挙の政権放送が、全国放送番組からの差し替えで組まれているとき。ただ、 ワールド TV、ワールドプレミアムとも番組の放送素材自体は、ニュース、一部の情報番組を除くほとんどの番組が、ステレオ音声であるため、喪失時に、モノラル音声に変換しているとみられる。ただし、2011年3月12日8時53分4月2日、明け方までの間に放送された東北地方、太平洋沖地震の特設ニュース及び、 定時ニュース放送時に出された緊急地震速報は、通常の局内回線でなく、関東地方のデジタル総合テレビの放送波を直受、消していたため緊急地震速報のテロップもそのまま、表示された。4月2日明け方の放送から、時報スーパーも速報テロップも、NHKG の、ウォーターマークの表示が一切ない通常の、局内回線受けに戻った。 NHK ワールド TV では在日外国人向けに国内向け放送のフォーマットを英語化したものが表記されている。正午のニュースに関しては12時15分より関東地方のニュースも放送。平日は6時から飛び乗り。また、7時台はおはよう日本、関東甲信越も含まれる。18時から飛び乗りで放送。稀に、 BS1 の NHKBS ニュースでも重要なニュースがあればノンスクランブル放送となる場合あり2011年3月11日の東日本大震災発生以降4月11日未明までは総合テレビ BS1 のほぼ全ての時間帯におけるニュース番組がノンスクランブル放送となっていた臨時ニュースは総合テレビ単独放送 全敗姿勢放送に関係なく行われる。2011年3月20日の連続テレビ小説、鉄板の集中放送時も134話の途中で、緊急地震速報が出されたためテロップが出て、数十秒後から1回目の地震情報テロップ消去の合急遽一時的にノンスクランブル放送に切り替わった。この場合、画面下に赤を、 背景色にしたティッカー表示が行われ、この表示が出ている間は海外に滞在あるいは旅行中の法人に対する重要な情報を伝える観点から通常スクランブル配信となっている番組も含めてノンスクランブル放送となる。2012年のロンドンオリンピック期間中は日曜、討論と日曜日8時57分の気象情報は 通常通り国内同時放送を行った。8月5日放送の日曜討論では、開始冒頭にオリンピックの映像が入ったが、許可が得られたためか被せ放送をせずにそのまま海外でも放送された。日本国内で NHK ワールドプレミアムのノンスクランブル放送を受信している場合に画面機能のついたテレビ、またはテレビを2台用意して総合テレビの 放送映像と見比べることができ、どの映像が被せ放送になるかがわかるようになっている。民放キー局の BSCS 放送は、地上波放送のみ、使用許可がある場合は、かぶせ放送となるケースがあるが、時差放送では、カットされる場合がほとんどである。常時同時配信、見逃し番組配信サービスの開始について、 日本放送協会 P12020 年3月7日閲覧。韓国中立 TV 局がないためインテリーは NHK の英語ニュース見るニュースポストセブン2014年5月29日中国当局海外ニュースを遮断イコール新華社外務省談話のみ報道。時事通信実際には 喪失元の受信機の電源を一時的に切っているか、映像が全くない入力に切り替えたかのどちらかと見られる。当然ではあるが、インテルサット8号機、または10号機で直接衛星受信していた場合は、この現象は一切発生していない。ただし、中国では一部を除き衛星放送の直接受信は禁止されている。主にアフロ、 ゲッディイメージ図などから配給されるものが使用され、時折、写真、アフロといった表示が出されることもある。ただ、オリンピックに関しても2012年のロンドンオリンピックでは、同大会の映像を放送事業者が、次局の番組で使用する場合、1番組につき、合計3分間までの制限が設けられているためか、ニュース番組、一般番組を問わず、 かぶせ放送をせずにそのまま放送されるケースも出てくるようになった。平成6年法律第74号による改正 ABNHK インターネット活用業務実施基準について日本放送協会 P32020 年11月26日閲覧日本語ニュースの海外向けインターネット配信につきまして NHK 国際放送局 2021年5月25日閲覧。この秋、さらに拡充日本語番組の海外向け、インターネット配信。NHK 国際放送局。2021年10月6日閲覧。NHK、地方向け番組のネット配信強化など、ネット業務の改定案。AV ウォッチ。2020年11月26日、閲覧。どうもくん、うさじ 他ちゃんが手をつなぐ、あなたと共に、公共放送の ID 部分、春、くるくる NHK にちなみ、NHK の文字を用いた合上を作文、E テレにチャンネル、BS で会いましょう。BS プレミアムは、BS3 チャンネルなど、NHK 年間2011の第3章、第1節の番組技術の項目より、 国際放送独自番組でも2012年ロンドンオリンピックハイライトでは16、旧レターボックス放送か。日本国内では、おおむね2月下旬、3月上旬と10月上旬、下旬の JST9 時30分頃から10時15分頃の間に発生する。ありがとうございます。